あらららら、ちょっとあのいつもよりなんかここ目拾ったりしてない、こういうことあんまいつもしてないイメージなのに、いつもとちゃうな。今こう使ってて使いづらいっていう人はいいかもしれんな。今度はむずいで、いがむで、どうやってん。どうもこんにちは、新進工房です。僕たちは普段革の財布やバッグを作る職人をやっております。今回自由で販売された、ライトバーティカルショルダーをレビューしていきます。お値段は1990円で4色展開でございます。4つ買っても8000円です。なんか前のなんかと似てますね。あ、出しますか。じゃあユニクロの15万回再生したこれと、しかも値段一緒やし。あ、マジで、うん、今回これ単独レビューやけど、学校してほしいっていう方がいらっしゃいましたら、コメント欄いただいたら学動画も出そうかなと思ってます。はい、ユニクロ自由何が違うのみたいな、30人足しましたらやります、ね、あ、するか。そんなにちょっとコメント募集しちゃおうかなと、はい。じゃあ今回3つのトピックでこちらの動画を構成させていただきます。1つ目はですね、こちらの商品の第一印象を現役バック職人の我々が見ていきます。2つ目にですね、共同機能性素材作り込み方式、ね、この5つのポイントを持って徹底的にレビューしていきます。1つ目雑談でコメント読んでいっちゃおうかなと思って、はい、面白いコメントピックアップして読ませていただきます。はい、じゃあ今回紹介させていただくのはこちらございます。こちらは、ズボラ作種ラジと言いまして、こちらはですね、視聴者の方と、お客様と作った商品といっても過言ではございません。こちらはですね、YouTube ライブで見たとし、はい、開けません。慌ててる状態で開きませんって、やっぱあのいつも通りに開きません、出えへん、うん、もう3本の量が疲れてきましたね。じゃあそのわけで第一印象いっちゃいますか。はい、まあ、第一印象どうかと言われると10点ですか。そうやな、自由ユニクロは強い。値段がおかしすぎるよ。まずは職人目線で見るとユニクロと自由の作りの技法が違うっすね。形、うん、見た目は似てるけど、うん、っていうのはまああれの時に言いますが、企画の時にね、うん、コメント30集まったらやるやつね、うん、やりたいって言うんですよね。形がでもなんか動画しっかりしてないよ、ちょっとくにょってなってる。まあ、まあ、それもいろいろなんかあるんじゃない、見ていったら分かることなんかねえかな。自由の T シャツの値段知らんけど、うん、ユニクロの T シャツよく聞いんだけど、うん、ユニクロの T シャツ1500円やねんか、うん、費用対効果っていうの、プロ対効果っていうの違いすぎんかなと思って、うん、T シャツの方が楽そうやんな。 T シャツの方が楽そうやんか、うん、知らんで俺作り方、うん、知らんから適当なこと言ってるけど、うん、これよりは簡単でしょっていう印象やん、うん、その差が500円のわけなくないっていう感じで、うん、はい、1桁違う自由今から見ていきます。次、いよいよこちらのバッグ徹底的に革職人目線でやろうと思います。今回だけ特別にこの動画見ている方だけの特別プランといたしまして、はい、今回このカメラをいたしました。なんと GoPro、 こちら用意することによってですね、細かく見ていくことができます。細かい作りを見ていくことによってですね、松代まで未来永劫自由選びで失敗しない作りになってますので、どうか最後までご覧ください。3本撮りで全部言ってるけどな、特別って。いや、あの嘘ついてますまずさんがブーになってこれを出しまして、あらららら、ちょっとあのいつもよりなんかここ目拾ったりしてたので、ちょっといつもより強度やるにもなんか切りっぱなしのこの生地を入れたり、強度はこれすることによって出るけど、デザイン性落とすよね。あんまいつもしてないイメージなのに。で、なんかやるにしても小刃塗りそうやのにな。あ、確かに小刃も塗ってない。新しい工場、あ、俺もそう思ったなっていう。これどこ行くじゃん、メイドインってこそカンボジア。なんか自由カンボジア来ない。確かに強度はでもまあまあやってるからしっかりしますわな。デザインを落として強度を取ってる、うん、こことかも落としたりせえへんかった。糸を渡らした方が強度あるんですけど、うん、自由こどこも渡らしてないですね。いつもとちゃうな。自由が久しぶりやからか、この辺とか、うん、ショルダー系は、まあ、ショルダーは普通やな。なるほど、まあいいけど、いつものと比べるとちょっと微妙に落ちてる気がする。でもこれ1990円やな。強度、あ、でもここはあれだから7。デパートにもなくなってきた。もう諦めた。機能性を前つけてみていくかい。なんでお前のピンマイクその横の。性格曲がってるからちゃう。だからピンマイクも曲がるんちゃう。見て俺まっすぐやろ。性格がまっすぐやったらピンマイクもまっすぐになります。はいはい、今日ね、はい、アンギラス。何やアンギラスって。ゴジラって言った。友達なんや。いいっすね、ここめっちゃ開きますね。これわざとなんかな。あ、でもそこ開きやすくしてたらなんかパッて取り出しやすいよ。中にマグホックあってもなんか微妙じゃないですか。上にあった方が良くないですか、ここの。アクセスを早くしてんじゃない、取り出しやすいよ。あ、そういうことか、うん、まあそんな感じですね。こういうちっちゃい系のバッグって使いにくい
があるやん。でもこれ取り出しやすいよ、メインに作ってる感じする。だからこことかも柔らかくしてんかも。取り出したいやつをここに入れて、うん、あんまいらんやつをここに入れて、うん、ここがカチッてしすぎてたら開けにくいやん。あえてこう柔らかい銅を使うことによって取り出しやすさを重視してる気がしましたね、うん、っていうことを考えると機能性いい気がしました、うん、9。今コンパクトバッグを使ってて使いづらいっていう人はいいかもしれんな。取り出しやすいに特化してる素材。なんかちょっと思ったんですけど、うん、自由のタグって白黒でしたっけ、うん、カラーやった気がするけど偽物自由の俺もカラーやったイメージだけど、そうそうそう、ちょっとコスト削減かな。これ合皮やろ、合成皮革。悪くないじゃない、うん、ちょっと薄手のもんを使ってるからふにゃっとしてどうなんて思うけど、別に素材自体は革っぽさありますよね。なんかちょっとしぼ感があるというか、うん、まあナス感もしっかりしてますよね。こっちはメッキやわ。やっぱりメッキですよね、うん、でもこっちの D 感の方は金属で使ってる。ちょっとコスト抑えてますね、このナス感は、うん、っていうことを考えると素材は、合皮はいいくて金具は普通。7。こいつの名前さ、新進スティールチェッカーとかいかずに名前しないんじゃん。多分磁石、ネオジウム磁石。繰り込みで言うならば繰り込んでるっすよ。だって小判も全部塗ってるし。ここセパレートするのはそんなに難しいですか。セパレート、そういう発音なんやお前、はい、これが何、これって難しいですか、ここ挟み込むの。ちょっと作るのめんどくさいかも。両面とか見えへんやろ。仮止めがしにくいっすよね。仮止めとかもあんましてないんかな。ボンドとかあんま見えへんもん。だからむずい。しかもここ結構重なってるから、どうやってんやろ。こっちボンドついてんのかな。どうやってんやろ。ドドドってなったわ、わからんすぎて。仮止めせずにどうやって塗ってんの。両面の気配がないって。それは仮止めなしでやるの失敗した。今度はむずいで、いがむで。どうやってんの。これカンボジアまで行って知りたいわ。すごいな。ほんまに仮止めなしなんですか。仮止めなしちゃう。これ仮止めをしないことによって早く作るっていう。ミス多くなるんやけど、多分それもなんか何かしらの道具とかでやってんやろな。作り込み、両面使ってなかった作り方わからないっていうので9。縫製がちょっといつもより微妙っすよね。そうなんすよ、糸出てんのと。これあんまいつもね、コバとか塗りそうやね、いつも。今日は塗ってないですね。あとなんか縫製もめっちゃ出てた気がするけど、どこやったから。ここめっちゃ出てるっていう。糸が、糸処理が甘いのと、目がこの重ねてないとこが多いですね。この、うん、こことか、ここが一番ぐらいですね。1990円ですからね。縫製、うん、に関してはいつものユニクロ GU と比べたらちょっと微妙かなって感じやけど、一般的な1990円のバッグとしてはいいと思います。8。めちゃめちゃ笑ってるやん。じゃ あのポイント言っていいです、はい、強度7、機能性9、素材7、作り込み9、縫製8の平均出しますと 8.0 ポイントでございました、はい、ちょっといつもの自由ちょっとポイント低くなるという感じで。そうですね、今回減点ポイントは素材ですか、うん、素材と強度がちょっと落ちたか、なんか理由ありました。工場が新しい工場で様子見た、様子見っていうか今からクオリティ上がっていくんやろうなって感じかな。そうだって、ユニクロは中国のまあいい工場っていうかさ、うん、クオリティ高いところって言うけど、うん、自由って割と東南アジア系多いね。そうだね、だからユニクロのレザータッチの方がクオリティ高い気がする。工場は違うとこ使ってそうな気がするな、うん、これ言っちゃっていい。うわ、言っちゃいますか。言ったらあかんと僕で言っていい、うん、あんまりにもやばかったらカットします。ユニクロレベルで数こなしてあのクオリティで上げるのと、うん、エルメスのように1本しっかり作るのとであれば、うん、ユニクロの方が難しいです。正直俺もそう思う。チームで、うん、あの量であのスピードであのクオリティで上げるのとやったら絶対難しいです。1990円でこのクオリティで大量生産するの結構難しい気がするな。別ジャンルかもしれんけど、会社としてやるんやったらそっちの方が難しい、うん、だから正直そのゆっくり何時間でもかけて、時間がいっぱいかけれていい状態でいいものを作る方がめっちゃ限られた時間でこのぐらいのクオリティの連打するのめっちゃむずいよ。バーキンって言ったら2日かけて作るんですか、うん、それもめっちゃ早いと思うけど、この形はあれだけど一人で作るじゃん、一、うん、人で作るんとチームで作るんってやったらさ、まだ違う難しさがあるわけ。手縫いは時間かかるけどクオリティにブレが出にくいよな。ミシンの数を減らせば減らすほど、うん、職員の育ち方も全然違うもんな、うん、エルメスの手で行ったらユニクロ作られへんし、ユニクロで行ったらエルメスは作られない。だからまだ別物と思う。エルメス店で京都行ってんか、職人さんおってんか、女の人、うんうん、ケリー作ってるの7年やったもんね。7年。バーキンって何年ぐらい作れなんのって言ったら2年って言ったもんな。2年でこれ作られへんもん、多分このスピードでこの値段で。出るレースがちゃう感じですね、うん、もう完全に。でもさらに言うなら、ボッテが言い出したらボッテがの方が難しいかも、うん、あれ異次元やから。動画にできんレベルで難しいから、うん、下請けやってる時に大阪でいう安井商店さんってあるんですけど、大阪の職人みんな知ってるってところなんですけど、そこのお店の人が言ってましたけど、そこそこのクオリティでめちゃめちゃいっぱい作るの一番むずいよって言ってたもん。まあ安井商店いたらね、業界にとパワーを出すこと多いんでね。そうです、最近行ってないですね。まだ行きますか。また行きましょうか。まだ行っちゃいますか。はい、
土曜日に新進工房ライブミーティングっていうのをやっておりまして、ここで皆さんのご意見聞きながら作品作りにもろに反映させていただいております。まあ、それが代表的なのがこれで、あのズボラサッコーシューだったでしょ、あれをちょっと大きくしてくれよっていう話があって、これそのまま大きくするでなくて側欲しいでってなったんですよね。でさらに分離しても両方個別で使えるみたいなのがよくねっていう意見を受けて、まんま反映して作ったのがこちらなんで、1個買ったら2つバッグついてくるみたいな感じだからかなりお得やと思いますね。まあ、結構お得なバッグになってると思うので、まだあの赤毛限定先行販売しているのでよかったらクリックしてみてください。で雑談、じゃあちょっと面白いコメントとか拾っちゃっていい？あ、その前に今柏駅前のポケット青空で出店してからまだ時間あったら買いに来てや、ちなみに商品ドーナツの餃子ですということで上村がもう稼働してますね。いやマジで、俺の佐賀の時の同僚やめたもん、脱サラしたん、もうやめた、軽く俺今会いに行ってくるか、買いに行ってくる、俺みんなにドーナツ買って持って帰る、ドーナツ餃子買ってくる、だからこの辺の大阪会話の方ね、あの僕の佐賀の時の仲が良かったやつが、こう来て、キッチンカーやりたいっつって、いろいろ喋っとってな、今すぐやめてやるやつったら、ほんまに今すぐやって言うやってんのよ。俺は様子見で半々とかで休みの日でやったらいいと思うんですけどって言ったらもうやめてたな。佐賀はそんなやつ多いから行ってから考える、そのパターンの一人がいてるんで、ちょっとこの後行くかな、よかったらこの辺会話に住んでる方行ったってください。おもろいコメントがあって、チリかけるにモザイクかけるのは CC 候補さんだけど、そんなすんであのいつも下りしてる人じゃないと分からんってやつ、ね、他は何やろな、マサさんとチッチさんが結婚したの、俺さ、なんかこの社内で恋愛しすぎのキャラになってない、全くそんなんせえへんのにやっぱお前恋愛体質だからそう見えちゃう、逆に俺全く言われへんっていう、最近だ文章を考えるのにプレゼントの文章を考えるのにギフトの国分作ろうと思って俺作っとってん、大切な方への贈り物へ、ご家族、ご友人、あと大切な人誰よって言われて、いや恋人って言われて大事なんて言ってますよ、よう言ってない、高いとかそもそも備わってないから直すことができんとかってよくさ、愛や恋について教えることができんね、多分欠けてるからさ、俺もしゃあね、親に愛されてないと汚い顔近くに寄せんなって母親の言葉ちゃうで、リアルに言われてましたね。お前が横であのお金これピタッてひつって死ねえだってなるらしいこいつはええんかいっつって、で他もろかったら朝倉未来さんでしょ、ヒロさん10人2期なら勝てそうですって言われてあいつ強まってんじゃないの、あいつ強まってて格闘経験ないんで、もう剣道だと使ってますけどね。 YouTuber コラボ僕らってあの偉いもんでいっぱいやらせてもらってるじゃないですか、やっぱヒカルさんいっちゃ反応良くなかった、良くも悪くもなんちゃう、炎上しやすいっていうか、賛否の分かれる人っていう方が、YouTube においてインパクトあるっつうか、だからその周りの YouTuber とかもそれを味しめて批判する人が多いんちゃう、伸びるの分かってるから、ヒカルさん関連の動画とかもあるんか、だからそれ込みで言ったら YouTube 界隈で ほぼ一番って言ってぐらい日本で影響力あるんじゃない、ガーシーかってそうじゃない、最初ヒカルさんでしょ、じゃあなんかあと一個読んで終わるかな、あでもユニクロ比較してって結構いてるねみんな、じゃあ このさっき言ってた比較はやろうか、もうこんなもん読むの、そんなもんすね、つかなんかあの質問コーナーとかあのコミュニティ投げてもいいんじゃん、一回質問集めて一回質問のやつやれへん、じゃあ皆さんコミュニティでなんか作って流すんで、高井が質問とかあれば何でもいいんで、この動画アップする日に合わせたらで、なんかもう業界のことでも何でもいいですし、新進工房の会社のことでもいいですし、僕らのなんかプライベートでも別に隠さず何でも喋るんで、何でも気にせず質問してください、チャンネル登録してもらったらコミュニティにその質問が出てくると思うんで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあそんな感じですか、それではまた次の動画でお会いしましょう、ありがとうございました。